昼か。ご飯どうしようかな。今日もカップラーメンでいっか。こらこら、ゆいさん、いつもそんな食事ばかりじゃ健康に悪いですよ。わあ、あなたは誰？僕は市民の皆さんが食育に取り組んでいる姿を陰から見守り応援している忍者食丸と申します。ゆいさん、ちゃんと規則正しい生活を心がけなくては。だって今から作るの大変だし、材料もないし。それなら、とっても簡単な餃子飯なんてどうですか？ん？餃子飯？それ何？餃子飯は簡単にできて、高血圧や糖尿病など生活習慣病の予防に役立つメニューなんです。想像つかないぞ。でも簡単なら私にもできるかも。食丸くん、作り方教えて。もちろんです。それでは早速行ってみよう。こちらが今回餃子飯を紹介してくれる宇都宮大学教育学部の皆さんです。よろしくお願いします。なんと学生さんたちが考えたんですか？そうです。餃子飯は宇都宮市と宇都宮大学教育学部の共同開発なんです。へえ、なるほど。でもどうして餃子飯を作ろうと思ったんですか？はい、餃子とご飯の相性がいいので合わせたら面白いと思ってやってみました。はじめは、餃子の種をそのまま炊飯器に混ぜ込んで炊いてみたんですが、ちょっと見た目がお世辞にも美味しそうには見えなかったので、ちょっと失敗作になりました。次に作ったのが餃子の中身の材料を少し変えて、豚ひき肉を鶏ひき肉に変えてみたり、人参を入れてみたりと、やってみたんですけど、ただの五目ご飯になってしまって、これだと餃子飯に近づけないなっていうふうに思いました。それで、いろいろ検討を重ねた結果、がっつりヘルシーに食べられるこの餃子飯ってものが完成しました。これで僕も満足です。なるほど、努力に努力を重ねて今回の餃子飯が完成したんですね。ではゆいさん、早速調理していきましょう。よし、頑張ります。ではまず材料を紹介します。こちらは2人前の材料になります。米1合、水 225ml、 こちらは普通に米を炊く水加減と同じです。豚ひき肉 25g、 おろし生姜が小さじ1/2杯、かんぴょう 5g、 干し椎茸のスライスが 2g、 これらは乾物での重さです。ニラ 10g、 醤油小さじ1/2杯、鶏ガラスープの素小さじ1杯、酒大さじ1/2杯、酢大さじ1/2杯です。まずはこのように米は水で洗って分量の水につけておきます。フライパンに豚ひき肉とおろし生姜を入れてパラパラになるまで炒めていきます。調理用ハサミで干し椎茸を5ミリ幅、かんぴょうを1センチ幅に切っておきましょう。で、干し椎茸とかんぴょうは水に戻さなくていいです。包丁を使わずに干し椎茸とかんぴょうを水に戻さなくていいっていうのは、より初心者にも優しいですね。そうですね。米を浸しておいた炊飯器の中に、炒めておいた豚ひき肉を入れます。と、切っておいた干し椎茸とかんぴょうと鶏ガラスープの素とお酒と酢を入れます。鶏ガラスープの素が溶ける程度に上澄みを軽く混ぜて炊きます。その間にニラを5ミリ幅に
ハサミなどで切っておきましょう。はい。準備はこれで終わりです。え、これだけでいいの？ほんと簡単。炊き上がったものがこちら。じゃーん。おお、炊き上がったらニラを加えて全体を混ぜます。ニラは炊き上がる直前に醤油と混ぜておきましょう。ニラは一緒に炊き込むよりも炊き上がってから混ぜた方が風味が出て色も綺麗に出ますよ。へえ、美味しそう。はい、こちらが完成した餃子飯になります。それでは早速いただきます。美味しそう。美味しい。あ、確かに餃子の風味がしますね。これは餃子の町宇都宮の新名物になっちゃうかも。ゆいさん、餃子飯は簡単で美味しいだけではないんですよ。そういえば生活習慣病の予防に役立つメニューだったよね。そうです。餃子飯の具材のかんぴょうと椎茸は食物繊維が豊富。そして炊き込みご飯なので脂質も少なくて済むし、出汁を効かせることで塩分も控えめにできるんですよ。それに宇都宮の特産野菜のニラや栃木県の特産品のかんぴょうなど地場の食材を使えるんですよ。なるほど。美味しく食べて体も健康に、しかも地元の食材を味わえるなんて一石二鳥だね。いかがでしたか？今回ご紹介したメニューは市ホームページに掲載されています。家庭でできる簡単な生活習慣病予防メニューの一つ、餃子飯を毎日の食事に取り入れてみてはいかがですか？みんな、餃子飯を作ってみてー。